武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は電気通信大学の入試について話していきたいと思います。電気通信大学ですが、学部というか学域が情報工学、ですね、情報理工学域、のみと、なっておりまして、また入試の、特徴としては、数学系と理科系、それぞれを、重視する配点で、受けることができるという形となっています。はい、そしてですね、センターの点数はだいたい7割前半から10番にかけての点数が必要となっており、前期と後期で結構人数が、後期の人数割と多めな大学となっています。そんな電気通信大学ですが、それぞれの入試科目見ていきましょう。英語、数学、物理、科学、自分の見たい科目を選択してください。